皆様こんにちは。今回は iPad 用に最適化されたアプリがリリースされた Google カレンダーについて解説させていただきます。これまで iOS 版 Google カレンダーアプリは iPhone 用にしか配信されていなかったのですが、2017年3月末に iOS 用 Google カレンダーアプリがバージョン 2.0 にアップデートされ、ついに iPad でも Google カレンダーアプリが利用できるようになりました。 iPad 用 Google カレンダーアプリはもちろん無料でインストールすることができます。 iPad 用 Google カレンダーアプリは予定作成や回覧のほかにリマインダーやゴールなど Android や iPhone 用 Google カレンダーアプリで行うことができるすべての機能を利用することができます。複数のメンバーで会議スケジュールを設定する場合に、すべてのメンバーや設定している会議室が空いている時間を自動で調べて調整してくれるスマートスケジューリング機能も利用可能です。さらに iOS 用の Google カレンダーアプリではスポットライト検索にも対応しているので、そこからスケジュールなどを検索することもできます。この他に今後のアップデートではウィジェットにも対応し、ロック画面からスケジュールを確認できるようにもなる予定です。これまで iPad で Google カレンダーを利用する際にブラウザを利用していたり、 iOS のカレンダーアプリに Google アカウントを同期して利用していた方は、ぜひ Google カレンダーアプリをインストールしてみてください。以上、 iPad 用に最適化されたアプリがリリースされた Google カレンダーについての解説でした。